情報センターと香港トラム、情報センターとは、香港の香港島北部、中西区の昆虫地区に位置する超高層ビルである。情報センターは、中間の昆虫地区の香港ヒルトンホテル跡地に、1999年に完成した。香港のランドマークとなっている、超高層ビルとしては珍しく、戦闘型ではない箱型のモダニズム建築である。香港の総合企業である。 超高集団により建設され、テナントオフィスビルとして利用されている。地上70階建て、高さ282.9メートルである。2010年1月現在、香港で7番目に高い超高層ビルである。設計は、シーザー・ペリ設計事務所により行われた。シーザー・ペリは、同じく中間の香港駅周辺に建設された、国際金融中心の建築群を設計している。 また林地には、香港を代表する建築の洋民平設計による中国銀行タワーがあり、同じく香港で代表的な建築のノーマン・フォスター設計による香港・上海銀行、香港本店ビルと挟まるような形で立地している。表示回数は70回であるが、実際の回数は63階建ての建物である。これは4階、14階、24階、34階。 44回、54回、64回の、それぞれ、4のつく回数を意味数として意図的に、結番としているためである。4の数字は、詞と音がつながる数として、香港のみならず日本を含めて、漢字文化圏の国々では、縁起の良くない数字とされている。また、建物に風水を取り入れていると思われる設計が、随所に確認できる。 建物に展望施設は設置されていない。ありがとうございます。